ではですね、今回、リラディショートストーリーということで、東洋思想研究家、田口義文さんに、インタビューさせていただきます。田口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、早速ですね、インタビューの方を開始させていただきます。まず、一つ目、の質問なんですけども、まあ、今の時代ですね、大転換の時代っていうふうに、まあ、言われていますが、まあ、その中で田口さんはですね、今どのような活動っていうのを、されているかっていうところをお話しいただいてもよろしいですか。今の転換っていうのは何の転換かっていうと、まあ、文明の大転換というふうに言われてますよね。で、この文明っていうのは今まで18世紀、19世紀、20世紀と我々は西洋近代思想によって、ずっとやってきましたが、この、まあ、行き詰まりが非常に、激しいとか、いろんな問題が起こっております。そういうものをなんとか我々は克服して、新たなその人類の指針をまた求めなきゃいけないという時、まあ、2003年から転換は始まったんですけど、まあ、日本は非常に遅くてですね、今回のコロナのこの騒ぎがあって初めて何か変わんなきゃいけないとこう言ってるんですけど、まあ、その転換の最たるものとして、次の人類の指針というものを我々は見つけ出さないといけないわけでね。で、それは東洋と西洋の知の融合っていう、これは東洋思想と、西洋思想の知の融合っていうものが、あるべきじゃないか。つまり、グローバルっていう、ご承知の通り、グローブっていうのは球体で、まあ、要するに全球を表してるわけですね。球体を表してるわけ。だから、そういうふうに言えば言うほど、やっぱり、これまで、3世紀余りの間、西洋独自の考え方で全球を賄ってきた、いうことでありましたけど、これからはやっぱり何と言ってもですね、この、東洋という半球と西洋という半球が、まあ、一緒になって、知見を出し合う。まあ、それで、地球上人類をうまく誘っていくっていうことがね、とても大切じゃないかと。こういうふうになってきました。したがって、私は、まあ、50年、東洋思想をずっと追求して研究しているものとして、東洋から東洋思想という知見を西洋社会に向かって、出す必要があるんじゃないか。日本なんかも、もう明治5年の学校制度の改変から西洋流の、まあ、学校制度になりましたから、みんな西洋流ですよね。で、戦後は特に、まあ、アメリカナイズされた、そういうものを礼賛するっていうことで、どん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 東洋思想と離れてしまったので、日本人も含めてアジアの人にも、もう一回東洋思想をちゃんと知っていただくということも、私の仕事としてですね、やっていかなきゃいけないと、そういうことに今なってるわけです。ありがとうございます。では、次ですね。まあ、今ですね、今この次の人類の指針っていうところとですね、その上でさらにもう一回ですね、日本だけでなくアジアでこの東洋思想っていうのを知ってもらいたいという活動をされてると、伺ったんですけども、まあ、その活動を通してですね、田口さんが目指しているものっていうのがあればですね、伺えますか？まあ、2つありましてね、私の主張している東洋思想っていうのは、儒教、それから仏教、それから道教、老荘思想ですね、道家の思想、それから禅仏教、それから日本にそもそもあった神道っていう、この5つを東洋思想と言ってるわけですね。なぜこの5つを言ってるかというと、この5つこそがね、日本、我が国に8世紀以上の間、ものすごく長い間ですね、蓄積して、しかも、この、
それぞれ一つ一つも独立して成長してるし、さらにこれが5つがですね、非常に良いハーモニーを伴って日本伝統精神文化っていうものを醸し出しているということで、この5つというものがこれだけ集積して長い間、8世紀余りの間に、要するに存在してるなんていう場所はですね、地球広しといえども、まあ日本ぐらいしかないんですね。で、そこに私は生を受けたので、まずこの東洋思想というものをよく知っていただきたいというのが一つ。二つ目の目標として、目指しているのは、今ご承知の通り、地質学の方の、年代区分から、言いまして、人新世という時代に入ったという、うん、はい、そういうことを言われておりますね。うん、アンソロポーセン。アンソロポーセンっていうんですけど、この要するに使徒神聖と言わざるを得ないような状況っていうのはどういうのかっていうと、すべて人類がですね、まあ要するに、傲慢になって、すべて人類が取り仕切っている、まあ、生態系というような、まあ、一つの秩序がね、自然の秩序があったわけですけど、そういうものもお構いなしに、人間の、まあ、目標に、するところを、どんどん広げていってしまったために、うん、他の生き物生物というものが、まあ、どんどん消滅していってしまうということは、この地球というこの存在もですね、気候の変動とか、それからご承知の通りに温暖化、それから大気とか海洋の組成自体もおかしくなって変わってきてしまっているので、この地球自体も、危うくなっていると、そういうものは全てに人類がですね、人工的というものでそのありすぎているので、この問題が起こっているんではないかといって、1995年度の、ノーベル化学賞のこのパール・クルッツェンという人が2000年に唱えたものがですね、この人神聖で、この人神聖と言われて今地球というものが非常に危うい状態になっているということを考えれば考えるほど、その解がですね、どうやら東洋思想っていうものからまあ求められそうであるという、そういう意見が非常に多くなってきて、私のところにもですね、いろんなところから世界中から、要するに東洋思想でこの危うい地球の危機という、まあものをですね、この救うようなそういう考え方っていうものが提供できないのかということで、ありましたので、これまでもやってまいりましたけど、来年からはですね、もっと力強く強くですね、この要するに使徒神聖の時代の有効な要するに、人間としての在り方を説いていくということを東洋思想で主張していきたいということを思っております。はい、ありがとうございます。ではですね、次ですね、今もう一度この東洋思想っていうのをですね、伝えていくっていうところ一つと、あと今人神聖っていう中でのその人間の在り方を伝えていくっていうところを目指しているというふうに言うかと思ったんですが、まあ、その2つを達成することでですね、得たいその理想っていうものは、田口さんの中に何かございますか？この50年余りの間ですね、私はこの東洋思想、儒、仏、道、禅、神道っていうこの5つをずっと、とことん、要するに、研究してきて、非常に思うことはですね、やっぱり人間が人間として、要するに、あるべきように戻るということがですね、重要だと。私は戻ると今言ってるのは、東洋思想が一番重視してるのは何かというと、命ということをですね、一番、重視してるわけですね。
命が一番、上にある重要な概念でありまして、東洋思想にとってはね、その下にある概念、例えば、イデオロギーとか宗教なんていうものは、もうどうぞご勝手にというような部分があります。で、あなたは何が、信じておられるんですか、イスラムですって言ったら、いいですねと、イスラムはいいですよね、あなたは、私は、その、仏教いいですねって。まあ、要するに宗教っていうものを、まあ、自由に選択してということを是認して、まずいるのが東洋思想でありまして。それから、イデオロギーもですね、社会主義もそれはいいだろうし、それから資本主義もいいでしょうと言って。しかし、命を大切にして、要するに、まあ、ここを原点として、みんなが重視して、やっていくという、こういう社会をですね、まあ本当の意味での生命尊重って言いますかね、そういうものを基軸に置いた、そういう社会を作っていくということがですね、非常に重要なんじゃないか。今の人間の地球が進んでいる、あるいは人類が進んでいる方向っていうのは全く反対にですね、うん、非常に命が危険に侵されてしまうような状態じゃないのかということを警告しているのが東洋思想であり、そういう意味で東洋思想から、要するにこれ、こういう命というものを重視する社会、まあ、生命尊重社会ですね。そういうものを、さらに言えば、その生命論的世界観っていうんですけど、生命論っていうものを基軸に置いた世界観をですね、要するにもっとみんなに広めていく必要がある。まあ、西洋近代思想においてはご承知の通りに、機械論的世界観で、マシンとして考えてしまうということが非常に多かったわけでね、これを生命観に戻すっていうのがですね、東洋思想の仕事で ではないかと。いうふうに思っております。はい、ありがとうございます。いや、なんかこう話を聞いててワクワクしますね。この今の社会とこれから田口さんが理想とされるこの命を原点とする社会っていうところですね。はい、それでですね、田口さんが今おっしゃった理想ですね、生命尊重社会ですとか、あと命を、まあ、原点大切にする社会っていうその理想を持つようになったきっかけっていうのは、どういったところでモットーになったんですか？まず一つはですね、私は25歳の時に、それまでは映像の世界に、まあ、ドキュメンタリーの映画の監督っていうのをやっておりました。でその時に、タイのバンコクっていうところへ行って、25歳の時に撮影中に水牛2頭に串刺しになりましてね、それで、要するにもう内臓から何かこう出てしまうっていうぐらいの、まあ、それこそ生命の危機が、もう、に、立たされましてね。それで、ようやっとまあ生還して帰ってきて。それで、結局、後遺症が非常に、ひどかったので、もう、要するに、まあ、特に記録映画の監督なんていうものは、体力が必要ですから、それはできないというのでですね、この東洋思想の世界へ入ったわけですね。それはなぜかっていうと、そのちょうどタイのバンコクで入院をしているときに、日本人の在留日本人の方が、要するにこのくださった本の中に、老子というものがあってですね、その老子に助けていただいたというね、その命からがら読んだ本が老子でありまして、老子から始まって老子を読んでると掃除が読みたくなる、もっと言えば儒家の思想っていうものが師匠五経が読みたくなる、で師匠五経に進んでいった。でこういう、まあ、漢籍中国古典っていうものを理解するためにはやっぱりこれは仏教を知らなきゃいけないというので、仏教という方向へ進んでいきます。で、仏教を理解するということは、
日本においてはやっぱり禅というものを理解するということが重要ですから、禅の世界へ入っていくということで、こういうものが図らずも日本にある、まあ思想哲学でありました。でその大元に神道っていうのがあってですね、で神道というのは、馴染みがあるようなないような状態に現在、ありますよね。でところが神道というものの、まあ、懐の広さっていう、そういう表現がいいと思うんですけど、そういうものがあったから、要するに外来文化であるこの要するに、儒教とか、老荘思想とか、それから仏教とか禅とかいうのが入ってきても、まあ非常に日本で育っていったわけですね。でそういう、まあ、ものをこうずっと、追求してくればくるほど、まあ興味が尽きない、もう要するに、興味の尽きないテーマなんですね、これがね。ですからますますどんどん深みに入っていくと。いうことになってきて、今日があると言ってもいいんじゃないでしょうかね、うん、そういうものです。はい、ありがとうございます。では、ちょっと早いものでですね、まあ、最後の質問になるんですけども、うん、まあ、あのきっかけとしてですね、あの、まあ、25歳の時の、事故というかがあったと思うんですけども、まあ、その中で今おっしゃった東洋思想にこうどん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 追求が始まったっていう、そのまた背景には、どんなものが自分の中にあったのかとかありますか？これはね、要するに私も若干そうなんですけど、ちょうど終戦の時、敗戦の時に3歳だったんですよね。それで、もうそれこそ焼け、出されて、まあ、その時もまた生命の危機があってですね、そういう周辺にも、たくさん、亡くなった方が多くてね、親戚とかそういうものにもね、ですからそういう点でなんでこんな敗戦になったんだろうというのが長年の私のもう一つのライフワークだったんですよね。でそうやってこう辿っていくと、結局どこまで行き着いたかっていうとですね、明治維新というもののあり方が、要するにあまりにもですね、陽魂陽災、和魂陽災という言いながら、もうまるっきり陽魂陽災で、要するに、日本人でいながら西洋人になれ、西洋人になれと言われたようなもので、で、結局敗戦という310万名の日本人の命を奪ったんですからね。これは相当なもんだと思うんですけど、そういうものの原因がどこにあるのかって言ったら、やっぱり明治維新のあり方、明治維新のあり方っていうものを探っていって、あの陽魂陽災の、まあ、岩倉使節団がですね、約 2年間ぐらいこうずっと行ってるような、西洋を見に行ったような、ああいうものしか要するに国家の体制としてなかったのかと言って調べたところ、実は横井湘南と、それから佐久間象山というこの2人がですね、構想係、明治維新の構想係で、素晴らしい日本国という近代国家を作る構想を持っておったわけですね。ところが2人とも暗殺にあって、要するに殺されてしまったので、しょうがないからといって、あの陽魂陽災の要するに明治維新になった。で、あの時に2人が生き残っていたら、まあ、絶対、こういう敗戦で310万名の日本人の命も取られなかったし、こんなにまた敗戦国家でアメリカ米軍に占領されてって、そういうこともなかったから、日本としては随分違った。で、横井は何を言ったかっていうと、要するに世界に大義を敷くっていう、なぜ地球っていうものが、世界っていうものが あるのかっていうことを解いていくのが新しい日本国の使命であると。で、彼は政治というのをですね、何と言ったかっていうと、やっぱりこの民の幸せのお世話係、民の幸せのお世話係に徹するっていうのは政治のあり方だと。こう言っていたような国家構想を持っておりました。なるほど。うん、そういう
150年前に同じ日本人で、もう理想的な日本という国を構想した人間が2人もいたんだということをもう一回我々は要するに、もう読み起こすということが現代の日本人として大切なんじゃないかというふうに思うばかりでありましてね、この2人について、去年ようやっと著作をありましたよね、はい、書かせていただいたんですけど、うん、もうまずもってそういう本当に日本があるべき姿に戻るということがですね、非常に重要なんじゃないかというふうに思って、今までお話をした東洋思想の背景を持ってこれを推進しようというふうに思っているのが、まあ、現在の私であります。はい、私すごく感動しましてありがとうございます。はい、で一応レアイズショートストーリーのインタビュー自体は、まあ、以上で終了となりますが、最後ですね、やっぱり今まあ、大転換の時代でですね、迷ってる方とかっていると思うんですね。なのでこの動画を見ている方に一言メッセージ最後お願いしてもいいですか。私は、要するに生きてるだけで100点とずっと言っております。で、私のように一回、それも若い時、要するに死というものに、まあ出会った人間からするとですね、もう何もいらない、やっぱり生きてる命が欲しいとあの時思ったり、で今こうやってですね、今の年まで命が、いただけているということだけでもう他に何にも欲しくないということですね。ですからまず生きてるっていうことは重要なんだ、生きてる命があるっていうことをまず喜ばなきゃいけない、したがって命が喜ぶように生き生き生きるっていうことがですね重要なんだということをね、決して忘れちゃいけないということを申し上げたいですね。はい、素晴らしいメッセージ、本当にありがとうございます。はい、では本日ですね、東洋思想研究家の、田口義美さんに、インタビューさせていただきました。田口さん、本当にありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとうございました。